夫役は日本史上の各遺跡者が農民などに付加した労働化役のこと。古代には律令制度のもと公民は重い夫役に苦しめられていた。根幹租税の一つである伊サやヤ増用、市長、兵士役が挙げられる。これらの負担は結局律令制度を崩壊させ社会システムを省縁制度へ移行することになった。中世には 荘園制度のもと、年貢と公家け事と,と呼ばれる二つの租税体系が構築された。そのうち、くじの中でも人的な負荷の部分を夫役と呼んで、その他の公家け事と,と区別した。荘園領主のために、市長や刑場夫、鎌倉夫、兵士役を務めたり、在地において、炭焼き夫や草刈り夫、佃などを行った。南北朝時代から室町時代にかけて、 守護や自党権限を背景に武士による横領が進み、荘園制度は崩壊していき、守護大名や幕府の指示を受けた国人による両国支配が進行し、幕府や守護大名が衰退すると、新たに戦国大名による文国支配が進行した。領民たちは守護大名や戦国、大名あるいはその配下の国人によって動員され、軍部、 人夫、妊婦などとして奉仕した。また、実際の労働によって奉仕していた夫役の大洗脳が行われるようになった。江戸時代においては、武士、百姓、町人の身分制度が確立し、夫役は百姓が負担する小物なりの一種として分類された。また、宿場においては、天馬や助号の負担を農民が負った。幕藩領主は不審掃除、 交通などのために、領民に、人足役を付加していた。しかし、江戸時代の中期以降、大洗脳化されていく傾向にある。その場合、夫役銭などと呼ばれる。また、村落屋町が、自らの共同体的な機能を維持するために住民に、付加する人足役も、夫役と呼ぶ場合がある。ありがとうございます。